はい、こんにちは、そっかじの久保です。今画面が出てますけども、これご存知の方も多いと思うんですけども、ウィキペディアを使っていると、どっか寄付をお願いしますみたいなね、そんなポップアップが出てくると思うんですよ。で、私、こういうのね、そんな嫌いじゃないんで、寄付をポンとしてしまうんですけども、今回ね、少ないんですけども、2000円ほど寄付させていただきました。やっぱウィキペディア結構使わせていただいてるんで、このサービス続いてほしいなと思うんですよ。 まあそれは詐欺なんじゃないのっていう意見もありますけどもまあまあ詐欺だとしてもね別に、えー、私がウィキペディアに寄付をして気持ちが良くなればいいかなと思ってますんで寄付をしてみましたというところでね寄付をするとこんなメールになりますはいあなたのご寄付あなたの好奇心あなたのウィキペディアということでねちょっと広げてみましょうこういうメールが一通届きましたえー、久保様自由な知識を求める世界中の人たちを代表してあなたにお礼が言えることを心から嬉しく思います あなたからの2080円。80円はね、あの、送金手数料だそうですけどね。の贈り物に心から感謝しています。いや、2000円ぐらいで喜んでいただけたらね、私も本当感無量です。なんか300円ぐらいから申し込めるそうですよ。この仕事を長く続ければ続けるほど、ウィキペディアの体験は人それぞれだということに気づかされます。私たち一人一人がユニークであるのと同じように、その好奇心もまた多様なのです。はい。私もね、いろんな好奇心のもと、ウィキペディアを検索させていただいております。 ウィキペディアが他ならぬあなたのものであるということを強く実感してください。あなたがいなければ、そして毎日ウィキペディアを訪れる何十億人もの人々の愛と支援がなければ、私たちは何者でもないからです。あなたのご寄付は私たちを突き動かし、目標の達成を後押ししてくれます。ウィキペディアをあなたの生活の一部にしてくださってありがとうございます。もう私もね、今ウィキペディアとは切っても切れないんですよ縁ですよね。 Google を使う、イコール Wikipedia を使うぐらい私毎日使ってます。えー、ですんでね、このくらいのね、<laughs> 2000円ぐらいでね、別に誇ることはないんですけども、このくらい払わせていただいて、あと私は当たり前かなという気持ちでございます。えー、もちろんね、あのー、お金を払うだけではなくて、しっかり利用してアクセスを高めるっていう方法で貢献する方法にもありますので、お金を払わないからどうってことは私はないと思いますよね。で、感謝の気持ちを込めて、えー、エゼクティブディレクターから、あ 来てますねキャサリンマーさンなんですねで、多くの雇用主の方が寛大にも従業員の寄付額に連動する寄付をしてくださってます皆様の雇用主が コーポレートマッチングギフト制度に参画されているかご確認ください。まあ私は一人会社なんでこれは確認する必要ないかなと思います。で、このメール自体が受領書になりますので寄付をしたよということで寄付の控除も受けれるんではないかなと思います。この手紙は寄付の領収書代わりとなりますということなんでね。うん。まあウィキペディア財団に私の本当に詐称ですけどもお金が入ったことによってちょっとこれ一体感が増したかなという私の自己満足が満たされましたんでそのための費用だと思えばね、全然 高くはないかなと思っております。皆さんはね、どういう風な感触を持ってるでしょうかウィキペディアっていうのは確かに、あの、あやふやな情報もありますんでね。そう考えると、必ずしもお金を払うだけではなくて、情報の更新をしてあげるっていうことでも役に立てると思うんですよ。そうやってみんなの百科事典こうやって作り上げてみるのもいいんじゃないかなと思います。本日は以上です。